こんばんは、ブラザーです。よろしくお願いいたします。本日はですね、前回の、新たなる挑戦の、続きでパート2でお伝えしたいと思います。現在の状況をですね、お話しさせていただきます。現在の状況としては、まず、フィリピンサイドですね、お店の方をとりあえず8月の15日まで、営業させていただくように伸ばしていただきました。営業っていうより8月の15日までには全てを片付けて出ていくっていう形です。もうあと2ヶ月とちょっとしかないですね。で、現在、フィリピンにある商品が、だいたいコンテナ3つ分ぐらい、1つのコンテナで、だいたい200坪のお店1軒分の商品ですね。だから今現在3軒分ぐらいあります。なおかつ今フィリピンに、2つのコンテナが行っております。今貨物船に乗っています。で、多分28日か29日ぐらいに今月のですね、1つ着くと思われますね。これは予測でしかないですけど、それともう1つは6月に入ってです。で、それが全部入ってしまえば、コンテナ5本分の商品が現地にあるということですね。それをなんとか8月の前半ぐらいまでには売り尽くしてしまう、もしくはもう廃棄処分になるか、まだちょっとそこは分かりません。それが現在の状況ですね。それと日本サイドでですね、先週とにかく動けることは動いております。新たな、ビジネスを作るってことも大事なことですから、いろんな各社から見積もりを取り、また打ち合わせとか行きましたし、また通関業者の方とも、通関業者そこの会社の方にも行ってお話をさせていただき、今後例えばまだいろんな方向性を残してないと、また私が現地に行ってすぐそこでアンサーができないと困ってしまうので、それぞれの、こういうのはどうかな、こういうのはどうかなっていうのを、頭に浮かんだものの対しての情報を今入れているところで、一つ、その中の一つとしては、日本の食品関係で、これも通関でいけるものといけないものがあります。まして輸出ができてもフィリピンで輸入ができないものもあります。そういうのも確かめながら、またフィリピンでの市場も見ながら、そっち方面でも今いろんなことを考えて動いてますし、それとは別に、現在あまり力は入れてなかったんですけども、個人荷物関係、こっちの方も一応これ別のビジネスパートナーがフィリピンにいるんで、そっちとも今月の終わりぐらいにはフィリピンでお会いして、今後どんな風にやっていくかっていう感じで相談させていただこうということになっております。まだ他にもいろんなことを正直考えております。で、それに関しての日本でのデータ関係は、明日までに、せめて明日までにある程度揃えて、火曜日か水曜日かそのぐらいにはフィリピンの方に、ちょっと戻ろうと思っております。で、現地に戻って、詳しくもうちょっと把握して、それから何やるにしてもやっぱ数字が大事なんで、とにかく数字を出し、そこでそれに対しての損益計算書を作り、ましてそこからまたマーケティング、あと証券ですね、あとその上での損益分岐点、そこら辺まで今回行って、何かしらできればと思っておりますが、これはもう本当にわからないです。まだ新たなその商売をする場所すら決まってない状態なんで、フィリピンという国はなかなか見つからないんですよ。これこそタイミングっていうのもありますけど、本当難しいです。
それなぜかっていうと、やっぱ経済がそれなりに上がってきてますんで、とにかく高いです。どこかを借りるって賃貸契約するにしても高い。だいたいいい場所はもう結構もう誰かが商売やっております。そんだけ難しい状況ではあります。ただまあ悩んでいてもどうしようもないんで、とにかく情報を集めて、数字も集めて、現地に行って、どんなことに、まあ、向こうでどういう案が出て、まあ、現地の、まあ、ブラザーたちもいますし、まあ、個人荷物の方のビジネスパートナーとも打ち合わせしますし、まあ、いろんな今までこの30年の中で、ですね、まあ、付き合いの深くなった人たちともお会いして、社長さんとか現地のいろんなご相談もさせていただこうと思うし、まあ、その中でじゃあこういうのがどうかってなった時に、それに対しての日本サイドのやっぱり経費なんかいろんな数字をすぐ出せないと、じゃあ一回日本に帰ってまたっていう時間もないんで、そのためにもうありとあらゆる今動けることはとにかく動き、情報を集め、まあとにかく数字を出せるように、まあ何があってもすぐそこでポンとフィリピンサイドで、あ、じゃあこれで行こうかっていう、まあ、その前にもその場所が見つからないと問題なんですけども、まあ、仮に場所が見つかったとしても、そこの例えば、まあ、例えば賃貸を借りたとしても、まあ、そこの家賃とか、そこの証券とか、そこに対してのマーケティングとか、そこの治安とか、さまざまな問題がありますんで、そういうのも日本からのやっぱ数字っていうのも必ず必要となってきますんで、それも今、そういうところも動いている状況です。まだそれ以上は何にも分かっておりません。まあ、あと数日のうちに現地に行きますんで、また現地の方でいろいろ分かりましたら、また皆さんにお伝えしたいと思います。とにかく精一杯、悔いなくっていうか、まあ、必ず成功させなければいけない状況ではありますけども、やっぱり正直わからないっていうのが現実です。大きなことは正直言えません。まあ、前もって1年間とか余裕があればですね、いろんな考えが出てくるんでしょうけど、全く時間のない中で、また、パンデミックの後ですから、金銭的な余裕もない中で、全てを同時進行させなければいけないっていう状況です。ただ、自分自身の心が折れないようには、それは、まあ、強い意志を持ち、なんとか頑張っております。また新しい情報、新しい、まあ、動きがありましたら、また現地の方に行きましたら、動画の方を投稿させていただきます。またよろしかったら、登録と高評価よろしくお願いいたします。必ずやり遂げようと思います。じゃあ、すいません。ありがとうございました。